今回はこのようなレインボー背景の作り方を紹介します。アフターエフェクツでこのようなグレースケールの背景に着色するときによく使うエフェクトは、私の場合やはり万能なトーンカーブか VC カラーバイブランスも使うことが多いです。ですがグレースケールの背景をレインボーに着色する場合は例外で、トーンカーブや VC カラーでは7色には着色できません。では何を使うか、標準エフェクトのコロラマを使って着色します。コロラマは色をつけるエフェクトの中でも扱いづらいエフェクトだと思います。慣れるまでは特徴的で癖があるので、あまり使用していない人もいるかもしれません。しかし慣れてしまえばいろいろな使い方ができるエフェクトです。今回のようなグレースケールの流派に多くの色相を持たせる場合にもコロラマは最適です。パチンコなど遊戯機系の仕事ではおなじみですが、このように同じ背景で色のバリエーションが必要な場合、まずレインボーバージョンを先に作って、そこから単色のカラーバリエーションを作成するという手順を踏みます。先にレインボー背景さえ作れてしまえば、そこから単色にすることは簡単だからです。今回はこのようなフラクタルノイズで作成した背景に標準エフェクトのコロラマを使ってレインボーに着色する方法を解説します。素材として用意したフラクタルノイズを使用した流れる背景の作り方についてはこちらの動画を参考にしてください。それではやっていきましょう。このコンポジションはフル HD のデュレーション10秒の設定にしてあります。コントロールプラス Y で新規で平面を作成します。そこにエフェクト描画からグラデーションを適用します。グラデーションを直線上から放射状に変更します。開始点の黒を Y 座標540にして画面の中心にします。終了点の白の X をドラッグします。2250に変更します。これで画面中心から放射状の黒から白のグラデーションが作成できました。ではこの平面にエフェクトのカラー補正からコロラマを適用します。コロラマの設定で入力フェーズを強度のままにします。強度は輝度のことです。入力フェーズは取得する画像の情報を指定する部分で、強度を選択したのでグラデーションの輝度情報を取得したということです。取得した画像を確認したい場合は出力サイクルのプリセットをカーブグレーに変更してください。これがグラデーションの輝度情報になります。出力サイクルはこれに色を再配色します。プリセットから色相サイクルを選択してください。出力サイクルでは入力フェーズで取得したグレースケールに配色する色を指定します。簡単にまとめると、コロラマでは画像から入力フェーズで指定した情報を取得します。取得した情報は白黒情報のグレースケールになります。そしてこの画像に出力サイクルで配色し直します。今回は色相サイクルを選択したので黒は赤になり、グラデーションで7色に変化して、中間の 50% グレーはシアンに配色され、白部分はまた赤に戻るというスムーズなグラデーションで配色されます。実写映像に使用するとどぎつい効果をもたらしますが、今回のように平面にグラデーションを適用して、その後にコロラマを適用するとレインボーグラデーションが作成できます。ちなみに当然パレットはダブルクリックで色を変更できますし、自由にポイントを増やしたりできます。レインボーのグラデーションは好みがあるので、例えば青の輝度が暗いのが好みでないなら、もう少し明るい水色に変更したり、その辺は自分の好きなようにカスタマイズしてください。さらにコロラマの便利なところは、入力フェーズをスライドするとカラーの色相をオフセットできるところです。エクスプレッションでタイム ×-360 と入力しておきましょう。秒速360で数値が減っていき、色相をオフセットできます。このようにレインボーが流れるようになりました。サイクル反復を2に変更します。色の繰り返しもこのように簡単に変更できます。ではあとはこの平面の描画モードを色相に変更します。再生します。仕上げに調整レイヤーにトーンカーブで色を調整してコントラストを調整したりしてください。これで完成です。簡単でしたね。ちなみに平面に適用したグラデーションのエフェクトの効果を削除してみましょう。再生するとこのようなレインボーのアニメーションパターンになりました。これも使えそうですね。これを解説すると、
平面を通常に戻してコロラマもオフにします。もともとこの平面は真っ白な平面でした。これにコロラマを適用したので、入力フェーズで輝度を取得して、出力サイクルにより白は赤で配色されます。フェーズシフトはエクスプレッションで色がオフセットされているので、このように単色が7色に切り替わっていくアニメーションになりました。この平面を描画モードを色相に変えたので、このような絵が作成できたというわけです。いかがだったでしょうか。今回はあくまでもレインボーの配色の仕方を紹介しましたので、コロラマの細かいパラメータは紹介しませんでした。コロラマは他にも便利な使い方がいろいろできますので、コロラマ自体の解説動画をまたアップしたいと思います。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。